北海道から岩手県にかけての沖合にある千島海溝と日本海溝について、国の検討会はマグニチュード7クラスの地震が起きた場合、その後の巨大地震の発生に注意を呼びかける情報の名称を北海道・三陸沖後発地震注意情報とする案を了承しました。内閣府は今後、取るべき対応などについてのガイドラインを作成し、今年12月に運用を始める方針です。続きを読む、千島列島から北海道の沖合にかけての千島海溝沿いと日本海溝のうち、北海道の南から岩手県の沖合にかけて想定される巨大地震について、専門家による国の検討会は、震源域やその周辺でマグニチュード7クラスの地震が発生した場合に、首都圏では茨城県と千葉県の一部の自治体を対象におおむね2時間後をめどに、その後の巨大地震への注意を呼びかける情報を発表するとしています。27日の会合では、情報の名称を北海道・三陸沖後発地震注意情報とする案が示され、委員から了承されました。また、情報が発表された際には、住民に対し、事前の避難などは呼びかけず、発表から1週間程度は日常の生活を維持しつつ、津波が想定されるなど迅速な避難が必要な場合には、すぐ行動できるよう備えておくことなどを求める方針を確認しました。このほか、自治体や地域、住民、それに企業の対応について、具体的に示したガイドラインを作成し、SNS なども活用して広く周知していくことになりました。内閣府は今後、検討会が取りまとめる最終的な報告書をもとに、ガイドラインを公表したり、自治体などへの説明会を開いたりして、今年12月に情報の運用を始める方針です。